前髪が終わってるね。こんばんは。今日は顔濃いめですね。そう、今日はね、目元メイクしてるんです。なぜなら本日は10月末から本番がある串木野スプリントの初稽古でした。イエーイ。そう、今日初稽古行ってきたんです。てれん、セラです。串木野スプリント初稽古、顔合わせ初稽古できたんですけれども、どうだった？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 どうだったんだろう。でも共演者の皆様がすごく優しそうで、今日も空き時間にちょっとお話とかしたりしたんですけど、そう、楽しかったです。そうでね、今回地蔵西がまだどんな役とかさ、役名とかまだ言われてないから、まあなんともこうまだ説明がねちょっとまだできない状態ではあるんですけど、まあこうざっくりこうお話の内容をね言えば、走るお話ですね、陸上部のお話となっております。ただそうなんて、まだ出てないよね、大西の役名とか。まあこのね、ビジュアル撮影のこの感じでこんな感じです。初稽古行ってきてね、でこれね、あれなんですよ、そう、あの特別協力、衣装提供をねしてくださっているのが、あの水野さんなんですよ。株式会社水野、株式会社水野ってほら、あの水野さんです。そう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 、あのスポーツ用品の、そう、大西もあの中学の時にテニスしてた時にお世話によくなってたんですけど、単純にね。そう、そう、今回そう水野さんが衣装協力とか特別協力してくださってて、すごいよね。だから衣装がね、ほら水野さんのやつなの。そうでね、見て、こんなんもらってきてんの、すごない？なんいただいたの、水野さんから、ボルレッチ、そう、腕をゆっくり曲げたり伸ばしたり、簡単な運動で気になる二の腕などを引き締めます。柔らかくつかみやすい素材なので、握る、つかむなどの指の動かすトレーニングも可能です。片付けなくていい小さなクッションのような見た目でリビングの雰囲気を損なわず、気軽にトレーニングできるから毎日続けられます。無意識に触りたくなる癒される素材採用で、無意識にトレーニングできるところが魅力です。そう、これクッションかなと思ったらさ、なんかちゃうねん。しかも見てもらって、チップとデールのなんかやつなのよ。なんかね、選べたの、なんかミッキーみたいなやつ、ミッキーミニみたいなやつか、こうチップとデールかみたいな、チップとデールを選ばせていただいたんだ。すごいよね、こんなん初め、え、かわいい、見て
すごい。え、めっちゃ可愛いやん。あ、え、あ、え、なんか、え、でも噛んでもすぐに見えた。え、すごい、ムチムチや。え、これクッションじゃないんや。ん？これはボルレッチ。これ握ったり掴むだけでもトレーニングになるし、こうやってする、こうやってしないと。あ、でも結構重たいのこれ。なんかあのね、見た目以上にね結構ずっしりしてるのよ。結構重量がある。はい、なんかすごい商品紹介みたいになってるけど、そう、もういただいたのよこれ。え、めっちゃ嬉しい、かわいい。え、これいいね、かわいいよ。最近はこういうのもあるねんな。インテリアにもなってストレッチできる。エクササイズ。ヘイヘイ、出玉するしか。はい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 。結構腕疲れるで、問題が。そうって結構結構来るね。結構。これベッドに置こう。座椅子でもいいね。優しい、素敵なのいただいちゃった。大切にします。イエーイ。買ったね。そう、嬉しい。もらってよかったねって、イエーイ、嬉しい。もうすごいよね、水野さんが衣装提供してくださるんだよ、ね、好きな人に。さっきのポーズかわいい。出るこの柄をね、あ、気持ちいい、気持ちいいや。どれが大西桃花でしょうか。どの丸が大西桃花でしょうか。
どの丸が。おいしいでしょうか。お腹すいた。お腹すいたのよ今日ね。長ちょっと長かったのよ。でね、私このあとね、ちょっとね時間がねギリギリのね提出物もあってね、そう先にそれやるよって話やねんけどさ、そう時間かかるかなと思ってさっきショールームしとこうと思って今ちょっとバタバタしてるんですけど、なので30分には終われるようにしたいと思います。ほんまね、今日の朝したかってんけどさ、提出物もショールームもちょっと寝すぎた今日は。大西じゃあ昨日の夜がなんかねなかなか寝れなかったんです。大西そうなんか明け方に寝るってなっちゃって、何やろうね、長めに寝ちゃったのよ今日。明日の歌コンは出ないのかな。そう明日の歌コン大西はねちょっと今回は出演できないんですけれども、代わりにねあの可愛い子がね大西のポジションで出てくれるので楽しみにしてて。おいしも稽古場でルーマ踊っとくから、おいしも稽古場で一生懸命ルーマ踊っとくから、みんな心の目でおいしを見て、そしてテレビに映っている可愛い子を見てください。さあ誰でしょうね。誰やと思う？さあ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 。なんとなく当たる人いなさそうやけどね。どう？どっちの傾向が、明日は悪の娘です。明後日は串木のスプリント。頑張るよ頑張るよ、我は我で頑張ります。知り合いはいるの？串木のスプリントは4人いる。それこそこの間の舞台の尊敬役のケントさんの方と、あと3月に出た舞台のメンバーが3人いるんですよね。そう。そう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 。知り合いは4人います今回。そう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 。今日もお話ししました。今
ね、ミュージカルの方も悪の娘の方もクスキナスプリントの方もどっちにもねこう知ってる方がいらっしゃるので、そう心強いです。ストーンとか、ストーンとか、くしゃみて、え、なんか聞こえたよね、外、まあ、窓は開いてんねんけどさ、窓閉める？え、でも今こっちから聞こえた気してんけど、私そんなことないか、やめて、怖いよ。そうそう、分かる分かる、窓じゃない方から聞こえたか、ほんまか、待って待って、おまじしが言うのは分かんない、なんかおまじしはこっちから一瞬聞こえたような気がしたの、でも分かる、待ってもう配信では分かるの聞いてただけでこっちから聞こえたんじゃないって分かるもんな、すごい最近のあれはすごいねんな、イヤホン、あ、いや待って怖いや、やめてよ、そんなリアルなやこと言うのにちょっとやめてよ、やめてよ、今そこドア開いてんねんから、お店やめてよ、カチッて、うん、今のはね、今のは何の音、待ってやめてよ、え、もうやめてよえ、やめてよ、やめてよ、やめてよ、怖いやん、ルンバって、うん、ルンバしてない今、え、寝てよ、そんなん、もうだってうち配信終わらなあかんのに、もうなんかやめてよ、座って結果ここに取り残されるの大西だけなんだから、ちょっと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 テレビつけとこう、やめてよ、怖いよ、ねえスカウトジャパンやってるわ、詳しくとこう、寝てよ、じゃあもうあれか、30分か、なんで時間ってこう過ぎるの、早いのかしら、ほんまはねもうちょっと早めに終わる予定だったんですよ、そうでもね、だいぶそう押しちゃって、大西の中のね予定がねもうわーってなってる、何の価値、何の価値、ね、何の価値、何が価値って言ったの、今また今言ったよ、価値って私は聞こえたよ、ねえやめてよ、ねええ、したよね、今普通に、普通にしたよね、洗濯機回してないんだよねって、回してない、今はお米炊いてるだけ、お米炊いて換気扇回してるだけ、え、したよね、勝ちって、やめてよ、
や、何炊飯器かな、炊飯器やな、炊飯器や、お米の音だ。じゃあや、解決、炊飯器やせや、炊飯器っていうことにしとこ、炊飯器っていうので解決して、じゃあ終わるね今日炊飯器でした。以上ということで、じゃあ今日はね、そろそろランキングの方、お家の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が大輔さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマーク Hey what's up ニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。シンナシンナシンナシン。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がキョウタンマリリストさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカッキーアットマーク大西軍アットマークハロウィンフォトスタンド明日13時までさん、ありがとうございます、イエイ。おう。そして11位がツバッサーさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がお豆アットマークドーミンさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がさとまるさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとう。フォトスタンドハロウィンフォトスタンドやって、今回は大西、あ、違うか、今回大西ハロウィン動物のやつやんな、違う、違うかな、せやせやんな、今回大西ライオン来た今回大西ライオン来た、そう、大西メスライオン、トークの出来は心配あるよ、大西メスライオンこと大西ももかです。懐かしい、ね、これごちゃ混ぜっていうラジオでずっとやってたの、深夜のラジオで、そう、この挨拶やったの大西、大西ライオン、大西メスライオンのフォトスタンド、ぜひぜひゲットしてください明日13時までだそうです、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではまたね、ありがとうございました、バイバーイ。